かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。すべてを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものは、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わない。油断せず進軍すべし。何が起きているの？初めて見る顔だが、やはりあいつらの仲間だな。誰のことだ。とぼけおって力づくで追い払うまでよ。俺の腕見せてやる。厄介な奴らけど、俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。言われなくても分かっています。お前たち足場軍ではないだろう。どこの軍の者だ。さあ届けるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界って何を言っている。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。あ、もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください母上。それにしても様子が変です。さあ来やがれ。お
お前なんざひとひねりだ。マイ。どこにいるんだろう。なんか変な感じです。ことに駒ひやが戦場の空気が妙さ。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか。この世界に来たばかりか。いや、敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いな、排除させてもらうぞ。次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力、あれが敵の総大将でしょう。そのようだな。気を緩めるなよ、新入り。ここまでですぞ。これより先へは行かせません。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるんだ。戦わざるを得ない。おや、これぞ未曽有。何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなど信じられませぬな。兵器の陣形を倒す。おもしろ。貴様、俺と戦え。なみなみならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。やはりただの雑魚ではないようだ。そなたこそ敵ながら見事。この者と戦う感覚、どこかで。忠勝さんと互角。あんな人がいるなんて。私なんてが偉そうに分析しちゃってすみません。気にさせたようだ。
本田。あ、うん、だ、このことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。勝てれ。先ほどとは違う軍勢のようだが、またもや敵とみなされてしまったか。おそらく今のは先遣隊、じきに本隊が来るはず。なら敵の大将に直接話を聞くとしましょう。先に進むことが肝要。私たち敵じゃありません。なんでこんなことに。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。この武器どうした、新入り。どうやら他の使い方もできそうです。早いな。さすがは義の先方、侮れませんね。私たちもすぐに出陣の準備。義の先兵だな。思ったより少ないが
油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが、義の各団部隊にしてはどうも様子が変です。やけどする前に行くぞ。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常符だ。戦つとのと互角か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。ながら見事ですね。ですが、義にあんな将はいたでしょうか。敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるから。
ここがどこなのか聞きたいだけなんです。それはどういう意味です。リクソン、もうよい。そのものだ。確かに義軍には見える。話を聞こう。